おはようございますこんにちはこんばんは文化人法局スタッフ T ですいつも文化人法職をご覧いただきありがとうございます本日も文化ニュース、文化人ニュースをお届けします今日は3法選の選挙結果が出ましたねまずはこちら衆院補選全てで立憲民主党東京15区立憲民主党堺市島根1区立憲民主党亀井市長崎3区立憲民主党山田市が当選確実という風うなそんな NHK ニュースが出てきましたで、高橋陽一さんも 島根1区、亀井市、東京地獄、堺市、長崎3区、山田市、当選、自民3連敗、立民3連勝というふうに紹介されていますね。こちらのように紹介されています。自公で候補者を立てなかった東京地獄、長崎3区は投票率が伸びず、組織票の勝利、時効票はゴールデンウィークで投票せず、他候補は時効票を取り込めず、 島根1区は自公が力負けというふうに、はてなで、えー、締めくくられていますけどもね、このような状況なのかもしれません。衆院三補選、投開票、自民参敗で政権打撃、立民全勝というふうに言われていますね。読ませていただきましょうか新国島根。衆院東京15区、島根1区、長崎3区の3補選は28日投開票が行われた。唯一の 与野党対決となった島根1区は立憲民主党加盟氏が自民党新人の元中国財務局長錦織氏公明推薦との一騎打ちを制し当選を確実にした自民は派閥の政治金パーティー収入記載事件などを受けて擁立を見送った東京15区と長崎3区と合わせて3敗で岸田首相の政権運営や衆院解散戦略への影響は必至だというふうに言われています記載事件後初の国政選挙で政治改革や 経済政策などが争点となったというふうに言われています。で東京地獄補選は公職選挙批判をめぐる柿沢水都市自民離党の辞職に伴うこの件で9人が立候補しましたけども共産社民両党の支援も受けた酒井氏が混戦を制し当選を確実にしたというふうに言われてるんですね。で飯山狩さんも出馬されていましたけどもこのように結果としては 共産、社民両党の支援を受けた酒井氏が混戦を制し当選を確実にしたというふうに言われています毎日新聞でもこのように言われてますね衆院参補選、自民全敗政治と金直撃岸田政権に打撃というふうに紹介されていますね、はい、茂木幹事長のこと見てみましょうかね自民党の茂木幹事長は28日夜党本部で記者団に非常に厳しい結果だ自民に対して大きな厳しい目が向けられていると言及 政治改革や物価高対策などを通じて信頼をもう一度回復できるよう努めたいと語った自身の身体に関する質問にはこういう状況だからこそ党が一致団結をして一致結束をして挑んでいく必要があると述べたというふうに言われています。そして泉泉代代表、日経の泉代表立憲のは。 政治改革を占う選挙だった自民党の改革案は全くダメで信任を得られていないと党本部で記者団に言及自民の政治改革は進まないなら信を問わなければならない中途半端な政治改革に白黒をつける総選挙だとも語り早期の衆議院解散を求めたというふうに言われていますねこうこ見ておきましょうか北政権下の補選で自民が全敗するのは初衆院の残り任期が約1年半となる中政権にとっては痛恨の敗北で 与党内に動揺が広がりそうだ、執行部の責任論に発展し、9月の自民党総裁選を待たず、岸田首相の交代を求める岸田老が起きる可能性もあるというふうに紹介されていますね。ねとんでもないことになりましたね。そしてこちら、補選3敗で解散戦略に狂い、岸田老すぐには起きずと、こちら、日テレニュースではこのように言われているんですね。 一方で自民党内ではすぐには岸田おしは起きないというの声が強い。なぜなのか、補選全敗の岸田政権への影響を分析・解説するというふうな基準も出ておりました。で、ここですね、岸田首相と距離があるいわゆる非主流派の議員からは、岸田おしの動きが始まる政局含みの展開になるとの声も上がっている。ただ自民党内ではすぐには岸田おしの動きは起こらないだろうと見ている。党幹部や議員が多い。なぜなのか。 理由として大きく4つ挙げられる1選挙期間中から劣勢が伝えられ全敗はすでに織り込み済みだったから2自民党全体の責任で党内でガタガタしている余裕すらないから3大型連休に入り岸田首相がフランスブラジルなどを訪問し野党が国会などで追及することがないから4非主流派側も岸田氏の主戦場は今ではなく9月までにある自民党総裁選だと判断しているからとはいえこの苦境を岸田首相はどうやって打開していくのか 首相の側近議員や政権幹部らが必要だと指摘しているのが、補選敗,敗北の責任を明確にし、局面を打開するための党役員人事というものだ。複数の自民党議員が、補選全,全敗したのに幹事長が責任を取らないのはありえないと指摘していて、具体的には、無敵幹事長の責任問題が浮上すると言われている。一方、立憲民主党は、補選、参選、全勝の勢いに乗って、岸田政権の構成を強め、 岸田首相のままで早期の総解散総選挙に追い込みたい考えだ。こうした中、後半国会の最大のポイントとなっているのが自民党の裏金事件を受けて議論されている政治資金規正法の改正を実現できるかという点だ。 岸田署の側近は政治資金規正法改正に向けた首相の決意は相当固いと語っているが立憲民主党を中心とした野党が補選の勝利で強気に出てくる中自民党主導で法改正を実現できるかは予断を許さない状況となっているというふうに言われているんですねで6月23日の会期末会期末前には野党側が内閣信任を出すことも考えられるある自民党幹部は終盤国会は政治資金規正法の成立と控えにした 内閣、退陣や不信任案が引き金となっての解散・総選挙すらあり得るとの見方を示しており緊迫した展開も予想されるというふうに言われていますね。起きないというふうに言われているようですが毎日新聞の方では、ロシに発展する岸田ロシに発展する可能性があるというふうに言われていて日テレの方では起きないと起きないだろうというふうなことも報じられているようですね。皆さんはどちらで思われますでしょうか でこちら、無敵幹事長が敗戦の弁、国民の信頼を回復できるように努めたい、自民が衆院参補選全敗と、こちらも TBS の記事がこう出しておりますね。で、こちら、来年、参院選も控える中、党内からは早くもトップは交代しないとだめと、岸田総理に辞任を求める声も上がっているというふうにも言われていますね。で、こちら、産経新聞では、岸田首相は今こそ衆院解散・総選挙の決断を政治部長、酒井氏というふうな記事も出ておりました。 自民党は政権与党としての覚悟があるのだろうか。28日投開票の3つの衆院補,補欠選挙は2つの不先輩を含め全敗が確実になった。岸者書は選挙前、補選について国会で私への判断も含まれると答弁していた。ならば今回の結果はリーダー失格と判断されたことになる。しかし補選はあくまで地域限定の選挙だ。真を問うべきは本来衆院解散総選挙である。振り返れば、 あ令和3年10月の前回衆院選からさまざまなことが起きたということで防衛費増額や反撃能力保持を含む安全安保3文書のことですねそういうことが書かれていたり経済安全保障制度の整備そして、えー、東電の処理水海洋放出という感じでこんな感じでいろんなことが書かれていますねそして G7 サミットのことそしてそうですね はい、いろんなこうやってバーっといろんなこと書かれていますけども確かに「不記載事件は政治の信頼を揺るがす不祥事だ」表面化してから間もなく半年たちにもかかわらず改善策を,はるを図る政治資金規正法改正案は未だ成立していないそれでもである政治と金の議論はこの国をどうするのかという本質的な話ではない。 内閣私立の低迷を踏まえ自民党内には今解散したら討ち死にだとの情けない声がしきりに聞かれるしかし解散を先送りしても政策を前に進める際に常に政治と金がつきまとうだろう政権与党への評価も含め一度国民の審判を受けた方上で仕切り表すことに利はある省が実現に意欲を示す憲法改正も大義となる改憲を支持するのかそれともそれを阻害する勢力を 支持するのか多くの政党が賛同する安定的な皇位継承のための皇室転半改正を今国会で実現させた上でいろいろあっても政権与党がいいのかあるいは結果的に共産党と連携する立憲民主党などの野党に政権を任せるのかの判断を国民に委ねる時期だというふうに言われていますね。で産経んの方では衆議院解散総選挙やるべきだというふうに進めてらっしゃいますね。 いやなんか、ね、立憲共産党の方が勝利された、ね、東京地獄特に、ね、立憲共産党の方が勝利されて、ま、ぜ全部ですね、3方線全部で立憲共産党の方が勝利されたっていうのは、なんか、ね、今後どうなっていくんだろうっていうのをすごく感じる、実際なってみたらね、本当に今後どうなっていくんだろうっていうのをね、感じますよね。いや、ないと思いますけども、あの、民主党政権みたいな感じで、せ立憲に、 政権交代みたいなことは、まあ、ないとは思いますけどもねいや今回のその参戦っていうのはちょっとかなりショックだなっていうふうに思いましたはい皆さんはどう思われますでしょうかぜひ皆様のご意見などコメントいただけたらと思いますというわけでここから先はメンバーシップレベル1レベル2の皆さん向けてのコンテンツとなりますここから先一般公開で扱いにくいな情報も扱いたいと思っております続きは動画欄からご視聴ください一般社様さここまでですありがとうございました というわけで、これもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。さよではまた。通信最後やっぱり安家動画で終わりたいと思います。本日は、こちら。疑似、ティーカップされる猫さん好きすぎるということで見てみましょう。<music> はい、さあげりましょうか。<laughs> 猫さんがテンパってますね、これ、ね <laughs> 私もティーカップ取ります。というわけで本日もありがとうございました。それではまた